ワン、ツー、ワン、ツー。ダダラダラ、ダダラダラ、ダダラダラ、シャバルバ。ドゥドゥン、ドゥンバドゥン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 。雨が上がったら、裸足で。ほら流行る気持ち、メロディーを重ねて一つの歌になる。あの虹を渡って行こうよ、歌おうアカペラで。でけですぺ、ドゥン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 、悲しみも悩みもドゥラルンダルン、リズムに変えてダダララ、ハーモニー忘れてた思い出よみがえる、あなたと分かち合うため行こうよ、歌おう、ドゥドゥンドゥン、スナップ鳴らして行こうよ、歌おう、アカペラでドゥンドゥンドゥン、セレイエーイ。はい、こんにちはこんにちは、私たち、何でしたっけ、はい、ドリマム2020です。なんかね、この気持ちいい風をお届けできないのがちょっと残念なくらいね、ね、とってもいいところで気持ちよく一つ目、一発目って言いそうになりました。はい、はい、歌いました、はい、はい、ここでちょっとね、私たちが誇れるもの、はい、自慢のもの、うん、長所、はい、これ以上の美辞麗句はありませんけど、はい、なんと私たち平均年齢66歳なんです、うん、よく言われるんですよ若く見えるってはい、これも歌ってるおかげだと思います。今日も元気に精一杯歌います。はい、お付き合いください。最初の歌、はい、はい、坂本九さんで上を向いて歩こう。ワン、ツー、スリー、フォー。上を向いて歩こう、おおおお、涙がこぼれないように思い出す春の日、一人ぽっちの夜、星を数えて思い出す夏の日、一人ぼっちの夜、ドゥン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 、幸せは雲の ございます。2曲終わりましたね。ちょっとほっとしましたね。はい、ではここでメンバーの方を紹介したいと思います。一番下のベースを歌っているのが西村です。
はい、その隣にいるのがトップ、はい、なんと私たちのメンバーの中では一番 年長なんです、はい、違います、2番目です、はい、トップ、ゆくえだと申します。はい、ありがとうございます。で、こちらにいるのが、セカンドの熊本です。よろしくお願いします。はい、で、4パートの坪井です。はい、そして、はい、2やら3やらうろうろしております。はい、はい、後藤彩子です。言っちゃいました。はい、ありがとうございます。はい、じゃあ次にね、はい、ご披露するのは、はい、ウイスキーつながりの曲を2曲続けてお届けしたいと思います。はい、最初はちょっと触りだけの部分なんですけど、ちょっとだけ、ちょっとだけ飲んでいただきましょうね。ほろ酔いで。はい、じゃあ石川さゆりさんでウイスキーがお好きでしょ、と松田聖子さんでスイートメモリーズをお届けします。どうぞお聴きください。ワン、ツー、スリー。ウイスキーがお好きでしょ。ドゥワ。もう少し喋りましょう。ドゥワ。ありふれ。でしょ、ドゥワ、それでいいの、今は、ドゥワ、ドゥン、ドゥ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 ン、ドゥン、ドゥン、ドゥ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 ン、ドゥン、ドゥン、ドゥン。しゃらら痛みじゃばずっと前に忘れていた。でもあなたを見たとき時間だけ後戻りしたの。幸せと聞かないで嘘つくのは上手じゃない。友達などいるけどあんたには燃え上がれなくて失った夢だけが美しく見えるのはなぜかしら。過ぎ去った優しさも今は
私たちは主に日本の曲をね、あの皆さんに聴いていただきたいなと思ってあの選曲したわけなんですけども、次にお届けする、曲はですね、昭和の歌姫といえばこの方です。美空ひばりさんで、はい、はい、あ、中でも待ってね、はい、ちょっと待ってね、はい、この帽子が登場したということは、はい、そうなんです、はい、東京キッド。ワン、ツー、スリー、フォー。テアンデンデボドゥバリアドゥダダットディルダッタダランドゥリアドゥ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 ダランドゥリアドゥダモタドシア東京キュラルド粋でおしゃれで、次の曲が最後になります、はい。今年は本当にいろんなことがありましたけど、本当にあの来年に向けてというかエールを送りたい、それでこの曲を選びました。ウルフルズさんが歌われたり坂本九さんが歌われたりしてます。明日があるさです。お聴きください。
ワン、ツー、スリー、フォー。バッ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 どうもありがとうございました。ありがとうございました。ドリマム2020、はい、ということで今まではあれでしたよね、ドリーミーマミー、いやでエントリーしてくださって、はい、で今回なんかプレミアムでという感じで、はい、今年限りでね、今年限りで、はい、何か違うっていうのはあるんですか。今までドリーミーマミーっていうのは総勢18人ぐらいいたんですね。あ、はい、で、まあ、今回コロナっていうこともあって、ユニットで本当に出れる人がチームを組んで出させていただいたんですけど、まあ、2020ってつけたのもやっぱり本当にもう今回にかけようっていうところで、はい、意気込みを表しました。分かりました。本当に、ね、すごく明るくもう盛り上げていただきまして、すごい楽しい。そうですか、ありがとうございます。はい、こういう風になっちゃいそうな感じ で、はい、ですありがとうございます。ありがとうございました。はい、今日ね、こういう形での演奏野外で、まあ、まあ無観客という形になってしまっているんですけれども、それでどんな感じで歌われました。もうこの風を感じて日差しを感じて歌うってもう最高でした。もっと歌いたいです。時間があるので今日はこのくらいで、はい、また次回よろしくお願いします。はい、また来年。ありがとうございました。倉敷、はいはい、ジャズストリートの実行委員会の皆様には本当にずっと毎年お世話になっておりまして、はい、この場をお借りしてお礼申し上げます。本当にありがとうございます。はい、ありがとうございました。こちらこそどうもありがとうございました。ありがとうございました。またぜひよろしくお願いします。はい、どうもありがとうございました。2020で、はい、皆さんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。